去年の夏突然にはテネシー・ウィリアムズの儀曲。1958年にオフ・ブロードウェイで初演された。映画、去年の夏突然には、1959年に制作、公開されたイギリス・アメリカ合作映画。1958年のテネシー・ウィリアムズの儀曲の映画化であり、ジョーゼフ・エルマン・キーウィッツが監督を務め、エリザベス・テイラーとキャサリン・ヘプバーン。 モンゴメリー・クリフトが主演した。テイラーは同年の暑い途端屋根の猫に続き、ウィリアムズ作品への出演となった。ボーゼ・ハドリーのラベンダースクリーンには本作がアメリカ映画史上初の男性の同性愛者を登場させた映画と書いてある。脚本のウィリアムズとゴアビガルはゲイであることでも知られる。セット撮影はイギリスのシェパートンスタジオで行われている。 1937年、ニューオーリンズ。若い女性キャサリン・ホリーは、いとこのセバスチャン・ベナブルがヨーロッパでの夏季休暇中に、不審な死を遂げたことによる、重度の情緒障害で私立の女性精神病院に収容されていた。セバスチャンの裕福な母親バイオレット・ベナブルは、息子とその死の裏に隠された駒死からざる、真実を否定し、隠匿する努力を惜しまなかった。 そのために彼女は州立病院の責任者であるホックスタドラー博士に賄賂を送り優秀な若い下界ジョン・クック・ロビッツ博士に名のキャサリンにロボトミー手術を施してもらいキャサリンの卑猥な独り言から真実が明らかになることを未然に防ごうとしたクック・ロビッツはキャサリンを訪ね観察を開始したクック・ロビッツが彼女にインタビューすると セバスチャンの死とその後の崩壊につながる特定の出来事を思い出すのに苦労するが思い出したいと心からの願望を表明した。キャサリンにロボトミーが必要であるとは考えなかったクックロビッチ博士はキャサリンが彼女の恐れを払拭する手助けしようとする。クックロビッツは継続的な観察のためにキャサリンを州立病院に移すことに決めた。 キャサリンの母親グレイスと兄弟のジョージが彼女を訪ね、セバスチャンが高額の財産を残していることを明らかにする。しかし、ベガブルプ人は相続の条件として、キャサリンを施設に預け、ロボトミー手術実施を許諾することを強要していた。キャサリンは、親兄弟が買収されていることを知って、逃亡を試みるが未遂に終わる部屋に戻される。 キャサリンを救う最後の手段としてクック・ロビッツは彼女をベナブルの辞書に連れて行き、その夏の出来事を思い出すことへの抵抗を克服するため自白剤を投与した。おば、母と弟、ミス・フォックス・ヒル、ホックスタドラー博士、ベンソン看護師らの聴衆が見守る中、ジャングルのようなパティオで、クック・ロビッツは質問を開始する。あの夏、セバスチャンは男たちを引き寄せる餌として、 キャサリンを連れて行ったのだった。それまでは母親のバイオレットがその役を担っていたが、老いてきたためにキャサリンが代わりに選ばれたのだった。スペインの壁差でロボのビーチでキャサリンは水中に引きずり込まれ、白い水着の生地が透けた。思惑通りに隣の公共ビーチから彼女を見守っていた若い男性のグループが近づいてきた。灼熱のある日。 セバスチャンとキャサリンは物恋の少年たちに悩まされていた。セバスチャンが彼らを拒否すると彼らは通りを追跡し始める。セバスチャンは逃げようと心を見るが何度も少年たちに群がられる。彼はついに丘の上にある寺院の廃墟の中に追い詰められた。キャサリンは必死に追いかけるが目に映ったのは男たちに制圧されるセバスチャンであった。 彼女が助けを求めて泣き叫ぶ中、彼らはセバスチャンを引き裂き始め、彼の肉を食べ始めた。セバスチャンの死について語る、この時点で、キャサリンは地面に倒れ不死す,すり泣いた。キャサリンの話を聞いたショックで、ベナブルプ人は発狂した。ゆっくりと席から立ち上がって、クックロビッツの手を取り彼をセバスチャンと呼んだ。ベナブルプ人は連れ去られ、クックロビッツは回復した。 キャサリンの手を取り、二人は、一緒に家に入った。役名、俳優、日本語吹き替えの順で表記。初回放送から1970年8月2日、ネット、日曜洋画劇場ボーゼハドリー、ニコのホモセクシュアリティ、去年の夏突然に、ラベンダースクリーンゲイレズビアンフィルムガイドオを唱う詩役、ビアクや処防、1993年9月30日。 初版、21ページ。ISBN 978から4から893673640。ハドリー・オクダ、1993年9月30日、28ページ。モンゴメリー・クリフトも同性愛者として知られ、ジェローム・ロビンズとも関係があった。ありがとうございます。